全然見えんくなった。いや怖い、どうしたらいいこれ。見えるよ。ドクドク。すごい。おはようございます、スイートクライマーです。今日はこちらの兵庫県西宮市、そして、これはナマゼ、ナマゼと読みます。ナマゼ駅のところに来てます。実は今日は雨の日でも大丈夫ということで、ハイセントレイルに挑戦しようと思います。ところだと福知山線、旧JR の福知山線のハイセントレイルをしようと思いますが、見ての通りまだ雨が降ってません。このまま持ってくれたら大峰山の方まで行ってみようと思います。はい、今日運転2時間頑張ってくれたしばちゃんです。はい、では2人で頑張って歩いていきましょう。レッツゴー。はい、どっち行くんだろう。ナマゼ駅を出発したら廃線入り口まで歩いていきます。途中でトンネルが6個あります。順番にくぐっていきます。途中で第二向川橋梁を渡ったり、大峰山への分岐もあります。武田尾川の入り口のところに行って武田尾駅がゴールです。駅を背にして右手に進みます。すぐここに9時から9時までの8時46分だけ空いてない。ここに来る前に買っておきましょうね。川に沿ってこう描くように歩いてます。結構歩くような感じ。見えるよ。トイレあそこにあります。はい、トイレめちゃくちゃ綺麗でした。はい、ではいよいよ突入です。はい、では最初の第一歩。あ、靴履き替えてない。まあいっか、いっか。コンバスで、コンバスでいいことにしよっか。私のは防水よ、これボーテックス。で、なんか入ってくるんじゃない、メッシュ。雨が降ったらもろかな。多分濡れてるところがあるかも。ほんまに、いや、わからん、行ってみんとか行ったことないもんだって。さあ、お天気持ってくれるかな。でも大丈夫、ここは今から梅雨に向けて雨の日でも大丈夫っていうコースを紹介してます。1986年に新しい福知山線が開通したから、87年間に及ぶ国鉄の福知山線が廃線になった。廃線マニアが入ってちょっと危険っていうんで工事を行って、2016年からちゃんと一般公開するっていうね並びになったけど、一応ここは自己責任で歩くっていうところです。すぐに一つ目の橋が見えてきました。すごいね、緑が豊か。ここ線路だと思ったらすごいよ。すごい、あ、いい眺め、すごいね。これちゃんとこう打ち直して危なくないようにしてある。本当は鉄橋です。
つ目の橋です。あ、こっちから見るとほら、わあ、かっこいい。へえ、こんな感じなんだ。めっちゃ怖いんだけど。すごい。すごい迫力あるね。今歩き始めて、まあ、ゆっくり歩いてるんで、だいたい20分ぐらい。いよいよトンネル、第1のトンネルのところに来ました。わ、怖っ。え、ついとる、本当に私の光。いいと思う。本当。うわ、怖っ。あ、怖い。あ、これは結構短い。もう、あれが見える、最後がね、うん、出口が見える。冒険です。楽しい。うわー、めっちゃいい天気。うわー、めっちゃいい天気。どこが雨なんこれ。タツノミシサービスエリアの名物の塩大福、あれしか食べてなかったね。でもな、うわ、危ない。今の気をつけるところ。第2のトンネルに差し掛かります。今が9時50分。2番目のトンネル入ります。これ絶対当たりがないと無理。出てきました。長かった。すごいね、長いし暑かった。足を取られてから普通これも走ったのに、普段鍛えてないもんね。スニーカーで2人とも歩いてるけど問題なし。次のトンネルの前に枕木がこうやって重ねて置いてあるところがあります。次のトンネル、
入ります。まずやこれが第二ヌコ川橋梁ってやつだ。すごい。入ります。さっきのめっちゃ見応えがあった。かっこよかった。うわベチョベチョ、うわベチョベチョだ。ここベチョベチョよ、気をつけんと。ちょっとだからスニーカーだとそういうことになります。サイズがなかった。危ない危ない、ね、だって多分あと2個あるはず。結構ある、3個だと思う。6個ある、結構もない、トンネルに飽きてきたし、このジャンプってやるのを忘れとった。橋渡ったけんね。あ、そうよ、そうですよ。はい、じゃあ浸水広場の方にちょっと寄り道します。今あのトレイルの道と並行してるね。よし別にあっちからも来れた。別にあっちからも来れました。降りていいんだね。山は行くどうする、行けるよね。あーすごい、ここの浸水広場、浸水広場で休憩することにします。ちょっと早い、10時40分ぐらいだけど、早いけど、ここでね、ご飯食べれたらいいなって思うよったね。でも絶対雨だと思ってたけ、めっちゃ暑いんだけど、めっちゃ天気いいんだけど、うわ、虫が来る。発火の虫よけ。ジップロックの中にチキンラーメンとほぐしチキンささみと乾燥ほうれん草を入れてきてます。これ 750cc は、これは駐車場で沸かしてきて、今3時間ちょっと経ってます。 350cc ずつ注いでいきます。じゃあいただきます。今日の山ごはん、コジを使った具入りチキンラーメン完成。ダブルチキンで美味しさ倍増。安心してください、降ってませんよ。熱々。一応ほうれん草の野菜とね、鶏肉でタンパク質も取れるね、おすすめ。ステンボトルのお湯も熱々。私が使ってる山旅スタンドコジーは山旅旅さんのサイトで購入できます。
さくらんぼ、あ、顔出しあるよ。顔出しやって。やらんの。はい、11時15分です。休憩も終わって、今ここの分岐、すぐ上がったところにここの分岐があります。そして、まっすぐ、今からここまっすぐ行ったら竹田尾駅、竹田尾温泉の方に行きます。雨が降ったらもうそういう風にしようかと思ったんですが、なんとか天気が持ちそうなので今から往復で約2時間ぐらいかけて大峰山の方に上がってみようかと思います。本当に帰るんだったらあっちね。これ桜の園の入り口、これから上に上がったら山です。こっちだね、こっちって書いてある。お子さん440って書いてある。結構きつ、やっぱり今までの感じと違う。もう山に入るって感じがする。あ、見てください、これ綺麗。でもなんかもうちょっと終わりかけ。つくばねうつぎの可愛いお花です。なざくら岩礁休憩所ってある。ここ座って山桜を鑑賞するのかな。ここで山桜がいろいろ見れるみたい。いいね。うん、もみじ、あ、ほんとだ、おっきい。ここ秋も春もおすすめ。来てみたい。あつまや到着。あつまやからピンと曲がって大峰山林間広場。ちょっと林間広場って書いてある。へえ、ここでなんかできる。でもここキャンプファイヤーとかしちゃダメよ。とじゃあここの分岐をガクンと右に行くけど、今からあと1時間です。うん、あとこのタンプ来よ。あと30分ぐらいかと思った。あと1時間もある。まさかの。すごいね、ずっと上りでめちゃくちゃトレーニングになる。大峰山の山頂はどんな素晴らしい展望が待ってるかって思うでしょう。ないでしょ。ないよ。展望ないよ。展望ないです。何のために登るんでしょうかね。あ、ここきつい。ひたすら登り修行。銀梁草、別名幽霊竹です。着いた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 よ。はい、12時20分大峰山山頂到着しました。標高が 552.4m ということです。結構標高400ぐらいだったのかね。はい、山頂は展望がなし。広さはだいたいこれくらいです。大体というか広さはこのぐらい。広いよね。はい、今1時半です。ここの桜の園のところの分岐まで戻ってきました。今から先ほどのトレイルを続けていこうと思いますが、雨トレイルの予定がね、全然プランね。全プランね。やっぱりみっちゃんがおらんけ。みっちゃん、雨男のみっちゃんがいないと雨は降りません。これマジで回ってきてるの。
橋、短い橋。短い橋があったね。最後のトンネルに行ってきます。はい、これで全部のトンネル終わりました。旧福知山線のトレイルももうすぐ終了です。あー早かった。まあ山登ったけどちょっと長かったけどね。はい、いよいよ終わりが見えてきた。これ終わり。はい、今1時50分です。無事にここの終点、武田尾の入り口のところ終点まで降りてきました。今日は雨の日トレイルということで、雨の日でも登れるようにこの福知山線、旧福知山線の廃線を歩くっていうコースを選びました。だけど幸いね、全然雨パラッと来ただけだったね。一瞬で落ちたぐらいで全然大丈夫でした。でも降らなかったので大峰山までピーク取ることができて、銀稜荘まで見ることができました。でも雨の日だったらここの今の廃線だけ歩いてっていうのを全然十分楽しめるところだったので、まあ、今から雨の多い季節もぜひ参考にしていただいて、登っていただいたら、登るじゃない歩いていただいたらと思います。福知山線の山歩きのコース紹介は以上です。では、またどこかの山でお会いしましょう。スイートクライマーでした。バイバイ。で今からね、お楽しみの何アイス温泉。アイスって言うところに先まで。アイス温泉に行きます。はい、結局ビールになりました。いただきます。あー美味しい、美味しい、最高。はい、トレイル終了後すぐある畑熊さんでビールなど定食など取れます。はい、じゃあ続き。すごい秘境感があるね。こんなところに本当に温泉があるんかどうか、すごい怖い。奥にはちゃんと綺麗な建物があった。大丈夫です、よかった。はい、本日のゴールは武田尾温泉元湯、こちらがゴールになります。やったー。お疲れ様。はい、じゃあ入りましょう。
ちょっと辛かったけどどれも美味しかったです。人気店なので必ず予約をお願いします。この後は車中泊でぐっすり眠りました。旧福知山線の廃線トレイル、最後までご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録もお願いします。